粉が飛び交う時期は部屋の換気に頭を悩ませますよね。花粉の流入を少しでも減らすためにはどのような換気が有効なのでしょうか。花粉の飛散は風の強さだけではなく気温の高さとも関係しています。つまり気温の低い夜遅くから朝にかけてが花粉飛散の少ない時間帯です。深夜の換気は防犯的にも難しいので朝起きたらまず換気を心がけ早朝に行いましょう。一日のうちで最も花粉が飛び交う時間帯は気温が上がる12時から14時です。そして気温が下がる夕方も安心できません。夕方は上空を舞っていた花粉が地上付近まで落ちてくる時間帯です。意外と多くの花粉が飛び交っているのです。ここからは部屋の換気を行う際窓はどの程度開ける必要があるのか花粉時期の換気の鉄則を見ていきましょう。まず時間帯は早朝がおすすめです。そして窓の開け幅は10センチほどにしてください。そしてレースカーテンは忘れずに閉めるようにしてください。窓は全開にする必要はありません。10センチ程度開けるだけでも十分効果があります。ただしレースカーテンは忘れずに閉めましょう。環境省が花粉の最盛期に行った実験によりますと窓の開け幅を10センチ程度にした上でレースカーテンをすることで花粉の流入がなんと4分の1に減ったと結果が出ています。この3つを守るだけで花粉の流入は激減します。室内衛生のためにもできるだけ花粉の流入を減らしつつ毎日の換気を心がけましょう。お天気アプリウェザーニュースの花粉チャンネルでは日々の花粉飛散予想を確認できます。ぜひご活用ください。